ダニエレ・コンティは、イタリア・ローマ県、ネットゥーの出身の元サッカー選手。ポジションは MF。父親のブルーのコンティは1980年代に、イタリア代表として活躍した名選手で、1982フィーファワールドカップでは、同国の44年ぶり3度目となる、ワールドカップ優勝に貢献した人物である。兄のアンドレア・コンティもサッカー選手。父親が、 現役時代に在籍した AS ローマでプロデビューを飾った。初ゴールは1998年セリエ A 第12節の AC ペルージャ戦。フランチェスコトッティのゴールで同点とした後、ヘディングで逆転ゴールを決めた。ゴール直後にあまりの喜びで看板を飛び越えてしまい、警告を受けた。1999から00シーズンからは、ローマを離れて、カリアリカルチョに移籍した。 長年にわたって同クラブの中心選手として活躍し、2010年からは引退したリエゴロペスに代わってキャプテンを務めて2015年に引退した。2000年8月1試合のみ U-21 イタリア代表でプレーした経験がある。ありがとうございます。